神宮前駅東接骨院の野田恭平と申します。よろしくお願いします。今は今年で3年目ですね。はい、今2年経って、前職もこの仕事で、あと針とお灸の資格も持ってまして、で実家も父親があのアンママッサージと針灸やってて、そこでまあやりつつ、あと病院の方で6年ぐらい働いてまして、でそこからここに就職しました。きっかけは、まあ自分に足りないものは何かなって考えて、まず接骨院で働いたことがないので、何をやってるかとか、どういう患者さんが来るのかっていうのをまず気になったのと、結構やっぱりその病院で働いてると接骨院の、まあ、文句というか悪いところを言ってくる患者さんが結構いたんですね。逆にここの接骨院では病院だと何もしてくれないとか、そういう患者さんの話を聞いてたので、まあそこの、まあ、気持ちっていうか患者さんの気持ちを、まあ、分かるためにちょっと経験しておかな、しといた方がいいかなと思って、でここを選びましたね。ここ3つぐらい面接させてもらって、どれもまあ合格させていただいて、で一番逆にちょっと嫌だなと思ったのに入りました。最初はちょっとやっぱり病院との働き方も全然違いますし、まあ、自分のその考えと結構真逆だったので、ちょっときついとこあったんですけど、村医長とか上司の人になぜこうやってやってるかっていうのを聞いて、すごい納得できて、自分のマイナスのところがあのプラスに変えれたっていうのはすごい大きいですね。はい、苦手なとこ、まず入って声が大きい、あの挨拶とかで、病院とかって結構静かやるので、まあそこに治療するところになんでこんな声出してるんだっていうのと、でもそれにはすごい理由がいろいろあるったので良かったです。はい、大きい声出す理由は、まあ、あの患者さんに元気をまず与えるのと、まあ、やっぱり挨拶っていうのはしっかりしてると、結構挨拶しっかりしてるからって来てくれる人もいたんですね。だからまあちゃんとしてるなっていうのも思ってくれると思うので、自分の元気も出すっていう意味で大きい方がいいかなとは思います。その一日一の治療っていうか、結構やったらもうその次の日はもう戻っちゃうとか、結局痛くなっちゃうって人が多いですので、まあ、まあ根本的治療ですね、こう直すばまあ痛みが取れていく、で通わなくてもどんどん痛み取れていくっていうのが一番の、ここが痛くなってる原因は元はここが悪いですよって伝えて、そこ直さないと結局また痛みが繰り返してしまうので、まずそこ直しつつその患部をやっていくっていうなってきますね。全体を見るんですね。はい、まあ、やっぱりやっていけば分かりますし、そうすると他の部分も見えてくると思うのでいいと思います。反応はまずここまで他のとか見てくれなかったとか、なんで繰り返し痛み出てるっていうのがやっぱり不安になってると思うので、そこは取れてるかな、安心は してくれてるかなと思いますね。これは例えば放っておくとまた余計悪くなりますよとか、そういうデメリットも伝えてあげるのも大事ですし、こっちの考えを伝えてあげれば、まあ、そういうコストとかは気にせずにやってくれてますので、あと逆にそのこっちからやっぱり LINE 指導とかしないと、結局1ヶ月1回とかじゃなかなか治ってかない人が多いので、あとそのいつ来たらいいのっていう患者さんも多いんですね。病院とかもあまり指導はしないので、やっぱりそこはしっかり言ってあげると向こうも安心してというか信用もしてくれてると思うので、それはしっかり言ってあげた方がいいと思いますね。まあ、野田先生なら分かってくれるっていう言葉は嬉しいですかね。信用してくれてるっていうのが伝わったので、それが良かったかなと思いますね。最初はやっぱりその技術知識をやっぱり重点的に見ると思うんですね。まあその治療、こういう患者さんにはこういう治療をするっていう目線が多いと思うので、技術以外にもその、まあ、人間性というかそこがすごい大事っていうのがやっぱりまだ卒業したてじゃ分からないと思うので、こういう患者さんには、こういう伝えてあげるとか、まあ、そういう別の部分も見ていくといいかなとは思います。こちらだと、まあ、そのさっき言った人間性ですね、まあ、患者さんがどう思ってるとか不安とか、そこをまず汲み取る力もつきますし、まあ、それに対して何て言ってあげればいいかとか、そこが大事になってくると思うので、そこはすごい鍛えられると思います。はい、まず一番はやっぱり治療なので、まずあそこ行ったら治るっていう場所にと、まあ、やっぱり病院とかだと緊張感とかあると思うので、もうちょっとフランクというか友達感覚ではないんですけど、心が明るくなるような場所に、そういうところにしていきたいと思います。はい、